皆さんこんにちは。エムズダンスアカデミーの舘真也です。河合真央子です。今回はチャチャチャのホッケースキックについて説明したいと思います。まずはじめに踊ってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン。はい、ホッケースキックのまずポイントですが、手の位置についてまず最初に説明したいと思います。パンポジション。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン。この時ですね。この時に、男性と女性の手が二人の間、二人の、中心にあるのをちょっと意識していただいて、あとはこの手が女性の頭のちょっと上くらい、ここに置いてあげると、次の手を回すところがスムーズに。ここら辺でちょっと高すぎたり、ちょっと前に行ったりとか、ならないように。あとは、女性が進むのに対して手をここに置いたままでいると、こういうことになっちゃう。こういうことになっちゃう。女性が進むのに合わせ、女性が進めるように男性は手を誘導してあげると、きれいに回ることができるので、そこを注意してあげるといいと思います。で、それから、女性ここはチャチャウォークをしているので、まず踏み替えの次第ですね。ファンポジションから踏み替えて、で次にロックに入りますね。スリー、フォー、ロックなので、1歩目はヒップとしては後ろの方が高い状態になります。フォー、それからエン、ここまで。次のワンからまたウォークのアクションにしたいので、ワンで足を出したらワン。ここでもうヒップは次の動きで、足も次の足がすぐ出せるようにやってあげていきます。流れていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリーといった感じ。ロックの3歩目、3歩目をウォークのアクション、これがフォー、ワンって言って、ツッと出ないよ。3歩目で、フォー、エン、ワン、ツッ、で、進めてくるようにしてあげると、スムーズなウォークになるので、良いと思います。もう一度踊ってみましょう。ワン、ツッ、スリー、フォー、エン、ワン、ツッ、スリー、フォー、エン、ワン。はい。以上のことに注意してやってみてください。